アロハ、こんにちは。 DJ ソアライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、ご覧の通りです。ティファちゃんです。ティファちゃんなんです。これなんですけど、もうアビリティも装備できるのがないぐらい育ててません。ティファちゃんすごい好きなキャラなんですけど、必殺技見てください。メテオドライブオンリーです。なんでね、ちょっと実戦では厳しいかなと思ってるんですよ。アテリアもガチャ待てなしです。かなり渋いです、ティファちゃん。で、地のね、特化してるメンバーっていないんですよね。多分今の僕の地で組んでるメンバーは、まあ、ガラフがね、手に入ったんで、地の物理。これ多分前の魔石星4やったやつなんで、まだ星5挑んでないんでね。多分メンバーが地だとどうなるのかな、物理。ガラフ。ガラフ、バッツ、ソラ。とかでやるのかな。ガラクバツソラ、ウララちゃんとかでやんのかな。あとオニオン、オニオンは入れるかどうか。まあそんな感じで特化してるやついないんですよね。なんでティファちゃん入れてあげたいなということでやっていきましょうか。これちょっとやろうか悩んでたんですけどね。ちょっと1日1回目の1回まずやっていいですか。これで出たらやばいな。まあ、ここで運はね、多分使わないでしょう。はい、最近ノーマル出ないんですよね、ノーマル装備召喚ってことで。本題いきましょうか。来ました、シンクロ奥義。ティファちゃん、マキナもね、霊視だとスタメンなんでね、ちょっと欲しいですね。奥義はティファちゃんのこの覚醒奥義も欲しいです。レッドサイティンオーバーフローはちょっといらないかな。オーバーフロー奥義ちょっと、まあリミットチェインね、持ってる分にはいいんですけど、工程もまあ狙うはなんですけど、ティファちゃんセット欲しいですね。ティファちゃんセット、覚醒奥義、シンクロ奥義、あとティファちゃんの軍手欲しいかな、地味にって感じですかね。うん、これ何なんだろう。重式まといか。なるほど。全部持ってないんですよね。いやー怖い。シンクロ奥義確か倍率 1% だったと思うんですけど、ちょっと怖いんですが、確定1個分ですが、ちょっと全部未所持なんで、もうティファちゃん狙いでいっちゃいます。お願いします。あんまこうお願いするときって出ないんだよな、ちょっと怖いですけど。ティファちゃん、おお、きついな。予想通りじゃないですか。まずこれが軍手だったらまだいいでしょう。いかつ、20個、これはえぐいでしょう。マキナね、えぐいな。あ、もう一回放つね。まあ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 、ありでしょう。まあまあというか、覚醒はねちょっと欲しいな。マキナの覚醒攻めて欲しいですね。マキナ出るならお願いします。カモン、あ、一個来てるね。オーバーフロー奥義以外だったらお願いしますとか言って、それ出ちゃう困るんで、あのなんだ、シンクロ奥義以外でお願いしますとか言ってみます。軍手、こう軍手欲しいね。この2個出てるなら軍手欲しいね。来た、軍手来た、軍手来ました。本題ここす、これもあれでしょ。うわー、チェインだ、皇帝チェインだ、皇帝チェインか。全部未所持でしょう。もう一回行かせって、覚醒奥義1個も出てない。ああ、こういう感じね、持ち物ね。ちょっと一回休憩 しろってことなのかな。てか俺倉庫もいっぱいなんじゃないかな。というか
大丈夫？あと1個しか倉庫預けられないやん。これさ、ちょっとこれ、てか持てないじゃないですか。もう捨てろってことなのかな。あれなんだっけ、もう結晶にしろってことか。なんかいらねえのあるかな。アクセサリーか。ここはもう、てかもう全部いらないか。もう断捨離しろってことか。使わないからもういっか。とりあえず20個、よくわかんないけどやっちゃいました。もういいです。あー、断捨離したんでね。断捨離そこまでしてないか。ちょっと捨てたんで、シンクロ奥義、あ、そっか、預けてねえのか。これいらないやつだ。まあいいや、とりあえず倉庫に。行きましょうか。どうなんだろうな。とりあえず、あ、これレッド13だったのか。あ、なるほどね。安ですね。あ、デームね、使わないな。じゃあちょっとぶっ放しますが、あのシンクロはいらないんでね、覚醒奥義ください。お願いします、お願いしますとか言っちゃった。もぐちゃん、バコンと、あー1個来てるね。でもティファちゃんの覚醒奥義欲しいな。あとマキナ欲しいですね。あ、ミラボ1個来てますからね。虹の同じ扱い、同じ扱い。あれ、これ何、これなんかあんま、これ何、これ似たような手出てきたぞ。あ、戦技か。マキナ輪っか出るな。きついな。覚醒奥義ゼロ。最後の1回です。マキナ輪っかだな。なんか、あ、1個だ。飛ばしちゃう。覚醒奥義欲しいな。ちょっと空振り怖いな。覚醒奥義欲しいでしょ、ここまで来たら。ティファちゃんの変な服、レザーの、うわー、これいらねえやつ。レッドサーティーのオーバーフロー奥義じゃないですか。ですよね。うわ、渋いな。見てみましょうか、結果。うわ、シンクロ出ない、覚醒奥義出ない、覚醒奥義出ない、覚醒奥義出ない、オーバーフローのチェーン。つか上のやつほとんど出てない、端っこのやつ。なんかもう、あれ、なんか虹全部コンプリートしたんじゃないですか、これ。これは星6000ですよね。ってことはもう虹は全部コンプリートしたな、今回のこれ。きついシンクロ出ませんでした。何連やったんだ。200使ったから、ね、4回44連 CV 結果覚醒ゼロでした。メロージャム TV ファイナルたちレコードキーパーシンクロ奥義、ティファちゃんのシンクロ奥義と覚醒奥義狙いだったんですが、見事1個も覚醒奥義も出ませんでした。
マキナもね、ちょっとね、なんだろう。もう、レース式ではスタメンにしてるんで、ちょっと残念な結果になりましたが、ブラジャム TV ファナージーレコードキーパー、今回はこれで終了です。残念でした。ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。